お、そうよ。せーの。あにょんあせよ。お名前は？シャンです。ママです。どいてよ。どいてよ。ゆらでーす。ゆらでーす。今日はゆらがいつも受けているリハビリ病院の作業療法の時間で先生におすすめしてもらったお家でもできるリハビリをご紹介したいと思います。ゆらは今、体に後遺症が残ったんですけど、どういった後遺症かというと、右脳に巨大腫瘍があったので左半身の麻痺が残ってます。そのため今リハビリを週に3回通って運動治療と作業療法を行っています。今日はお家でもできそうだなって思った、リハビリというか手を使った遊びをご紹介したいと思うので、ぜひご覧ください。どうやってやるかというと、積み木をコイルで巻いていきます。これで完成です。さっき包んだアルミホイルを子どもたちにほどいてもらいます。そうするとゆらの場合は左手がうまく使えないんですけど、片手じゃどうしてもホイルを剥がすことができないので、必然的に両手を使ってリハビリになります。次はこの画用紙に何でもいいんですけど、このカラーのペンを使って丸を描いていきます。じゃあどっちが早く貼り終わるか競争、よーいドン。ゆらせっかいせっかいしてママ、これ何せるの？
で、うん、同じ色のところに貼ってね。ここに貼って、そう上乗せ、